めっちゃ楽しそうだよ。はい。やだ。で、それは自分でそのスピードその他もろもろは自分で選ぶ。ミスしてもいいんなら早く来ていい。OK。何年しね。滑りやすそう。こっちの方がやっぱり足元ですね。うん。あ、足元に。おおはよう。おおはよう。合宿？はい。札幌も天気悪くて。ああなんだな。はい。気をつけての。前に顔を出すとかからないこれ。実際。だから回すならちゃんとやっぱり回して。でないとただ当てがもうこう中盤から当てがっているだけだから。そこ頑張ってね。それもあと今日しかないから。はい。はい、リズムさっきのリズムちょっと早いだろ。ああ、うん、でダメだったらあれすれ自分の上の速い。はい、もうそこの谷回りのところで息溜まってるの。そこベースだよ。そこベース、はい、ただ一回もう一回あのあとスキー変えて変えて、うん、ロングするので一、うん、回デラかけて、うん、はい、どうぞ。はいよ。いいよいいよ。次行きまーす。刺してるな。来なくて引き上げちゃう、多分手で。残念な。好き来ない。うん。来い。今度来るね、少しね。
フィニート。終了。板を動かす、スキーを動かすのは足の裏だから、ね、体っていう人もいるかもしれないけど、足の裏なので、そこをまずいろんなところで、センサーなので、大会に出るっていう時に、やっぱりそのセンサーがちゃんと分かればいい。分かんないで、ほわーんと滑ったら、すごくなものは生まれないはずだから、そこだけこう意識して、くれればいいかな。あと、まあ、大会ができるかできないかっていうところもちょっとあるので、ね、やるにしても、まあ、あまり人の目よりも自分の足の裏の感覚と何々を大事にして点数も気にしないでまず前々でやってくださいということで、まあ、2回目の合宿も終わりますが、結構昨日とか一昨日とかいいトレーニングできてるかなっていうふうに思いますので、今日の最後見ても最後の前が一番良かったですね。まあそれも足の裏が良かった。あははっていう前に足の裏をちゃんと修正する。はい。ということで終わります。はい。お疲れ様でした。